どうも、放送大学の駐車場で喋っております、みつでございます。今回はね、放送大学、ご自由にお持ちくださいっていうことで、話していきます。他にもね、資格の話とか検証に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、再生リスト上の方のね、この動画も一回見てみてください。あとこのチャンネルはですね、放送大学に限らずね、いろんなことを話しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、あんまりここ大きな声ではちょっと話せないんでね、これちょっと放送大学さんの校舎、こっちにねあるとちょっと駐車場なんですけど、車がちょっと映っちゃうとあれなんで、ちょっとね、ここのテーブルと椅子でね、話しているんですけども、放送大学さんのね、学生控え室って、ご自由にお持ちくださいっていうね、グッズがちょこちょこあったりするんですよ。まあ、放送大学の袋とかね、ビニールのとか紙のとか、あと他にも何かあったんじゃないかなと思うんですけどね。で、この前ちょっと行った時に、なるほどなって思ったんですけど、何がね、ご自由にお持ちくださいってなってたかっていうと、これなんですよ、これね、ペン。で、このね、ペンは、こういう風にね、青ペンなんですよ。こういう風にね、青ペン。青ペンなんで、まあ、結構いっぱいあったんですけども、なかなかね、仕事でちょっと、青ペン使いづらいっていうのもあるかなと思って、まあ、何かね、仕事以外だったら使いやすいのかもしれないんですけど、そういうことでちょっと4本もらっちゃったんですけども、今回はね、ご自由にお持ちくださいのグッズが、青ペンだったということでね、ちょこちょこ学校に顔を出すと面白いことがあるということでね、ぜひぜひ、まあ、お近くの方はね、顔を出してみると面白いんじゃないかなと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。ちょっとだけね、動かしたいと思います。ちょっとね、車がこっち映っちゃうんで、ちょっとだけ、おーおーおおお、セミかな。ちょっとね、こんな感じになっております。バイバーイ。